10月17日の宇野塾通信をお送りしています。画期的な AI に必要なもの、今日4日目です。人工知能を現代の限界を超えるレベルに押し上げるための競争が繰り広げられている。今日4日目ですね。投資家や政府はテクノロジー企業では既存企業が自然と優位に立つという考え方に慣れてしまっている。しかし AI に関してはもやその前提は当然されるものではなくなっている。現在 NVIDIA は世界の AI チップの8割を販売している。しかしより専門特化したライバル企業がそのシェアを奪う可能性は十分にある。すでに Google の AI プロセッサーは世界中のデータセンターで3番目に多く使用されている。オープン AI 社が先駆的な大規模言語モデルを立ち上げたのかもしれない。しかしリソースの制約が問題となった今、アンソロピック社、Google社、メタ社など他の大手モデルメーカーが追い上げている。フランス、ミストラル社などの2番手モデルメーカーとの差は依然としてあるものの、その差は縮まる可能性がある。より小型でより専門特化したモデルへの傾向が続けば、AI の世界は少数のスーパーモデルではなく多数のモデルで構成されるようになるかもしれない。ということでですね、まあどこが優位性を持っているのかっていうのは、まあ今後言えないだろうと言ってんですね。で、今現在 NVIDIA は世界の AI チップの8割を販売しているけれども、専門特化したライバル企業が現れていますので、彼らがそのシェアを奪う可能性は十分にあるということを言ってますね。で、またあのオープン AI 社に見るようなあの、まあ、今 の, その大規模言語モデルですけれども、アンソロピックとか Google とかメタが追いかけている。ミストラルもあの2番手だけども、その差が縮まる可能性は十分にある。で、誰が専門特化したモデルによって誰が勝つのかっていうのは今後わからないというような状況が進んでいるということがここでは言えるということですね。